1976年の6号駅と、周囲約750メートル範囲。左が、くっちゃん方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成6号駅は、かつて、北海道アブタ群くっちゃん町北4条東8丁目に、設置されていた、日本国有鉄道イブリ線の駅である。電報略号は6。 イブリ線の廃線に伴い、1986年11月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム1面1線を有する地上駅であった。ホームは線路の南西側に存在した、電鉄機を持たない防線駅となっていた。かつては相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。 使われなくなった一線は交換設備運用廃止後に線路、ホームともに撤去されていた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は校内の南西側に位置し、ホーム中央部分に接していた。無人化後は、正面の事務室部分の窓は板材が打ち付けられ、閉鎖されていた。開設時の所在地が、くっちゃん町六号線であったことに由来する。 2001年時点では、記念公園として整備され、第三種車止め付きのレールとホーム、駅名表が設置され、ホームに横付けする形で、国鉄の旧型客車である、オハ46系、オハ46501とよ6000系7900番台車商社よ7913の2両が、生体保存、展示されている。 また9600形状機器官社9669の動輪も記念碑として展示されている。踏切系放棄付きの踏切も再現されている。車両はパークゴルフの休憩場に利用され乗車可能である。駅舎は残っておらず、ホームは模擬である。2010年時点、2011年時点でも同様であった。いぶり線沿線で唯一の記念施設である。 なお、本当の駅の位置は公園の西側であり、ホームが雑草にうずもれているものの現存している。ありがとうございます。